ただいっす。オッケー、勝った。余裕ですね、きっと。これは余裕でしょ。次はドメイタジュンです。今回はクイモカズ VS ブルーバルクスというわけで、青いバルキリーなのかな、まあそんなチームとやっていきたいと思います。これは MLCW のウィーク5ラストですね。MLCW が、全部で5戦あるんで、これで最終戦ですね、グループリーグ。まあ、勝ってグループリーグ突破という風に持っていきたいところでございますね。まあ今回もライブで撮っていくんですが、対戦アタックまで飛ぶと思います。サスタドラ。ネミナ。スーパーネクロですね。最近逆にあんまやってなかった気がする、スタドラスーパーネクロ。あれだね。中華式とかが多かったイメージ。中華式とか。もう最近クイラバやり始めてんだよな、なんか。あ、オールパイセンが。オールパイセン。タウンホール起動だけしてた、あいつ。タウンホール起動だけしてたぞ、あいつ。外役だな。まあ、でもこれタウンまで見てるでしょ。ちょっと早めに。レイジが気持ち欲しくなることをしてきたぐらいかな、あいつの役割は。配置待たるのか。まあ、折れそうですね。で、まあ、さすがに、9時の方だよね、インは。ああ、どっちでもいいのか。9時じゃないかな、でも。まあ、だよね。戻れ！引っ込め、ウォーデン。おぉ、第一クロスを固めて。おぉ、トルネによってこれクロス。第一クロスの滝また入るんじゃね、トルネのせいで。入ったね、おろ。おぉ、もう一回フリーズで固めていく。今のトルネおもろいな。あー、ホーミング。まあ、確かにね、この辺タウンホール周りだから、突撃感来そうなルートであるので、その罠に引っかかった感じですね。ジャンプでマルチ IT2 本の方にぶっ飛ばしつつ、援軍が物騒ですね。これ、あれどうなんだろうね。これ、純正のスーパーネクロの時ってポイズン持ってっても よかったりしないのかな。まあ、血も結構あるからと思ったんだけど、まあ、ジャンプ2枚だと結局圧迫されるのか。ただ、ロイちゃんは下から、ジャンプが上へ。下の透析機はそもそもジャンプがかかってないので、ロイちゃんで絶対取るプランですね。なので、それ用にインビジブルとフリーズがあるって感じかな。上の奴らはね、スーパーネクロ本体で引き殺せるんで。ウィザードちゃんと回収出してますね。壁を殴らせて。届かないということに気づきましたね。まあ、ロイちゃんがこのまま回って終わりそうかな。時間は大丈夫かな。ブーメラン残した方がいいかもしれないけど。まあ、問題ないでしょう。時間は間に合いそうですね。ロイちゃんブーメラン残してるんで。ん？何向かってんのあいつら。あ、デリタンが隠れてる判定だったのかな。あ、ブーメラン残さなかったのか。まあ、でもこれは間に合う？え？いや、危な。普通に危ないよ。さあ来ましたね。クイヒーリがホグ。これは、バド戦のなぞりをしてくる的なあれかな？え？え、相手の視聴数やばくね？ 23?5V5 で23ついてるんですか？あ、これ罠知ってますね。なぞりに来たな、これは。え、なんか、やばい。相手めっちゃ見てんだけど。すごい。もう、ものすごい大所帯のクランなのか、これは。24人 ?5V5 の対戦でこんな感染ついてるの初めて見たよ。こっち2人しか見てないけどね。1人になったよ。俺だけや、見てんねん。26人見てる相手すごいんだけど。え、今スタドラの攻めはそんなついてたのかな？気づかなかった。
やばい、満員になるって。OV5 の観戦、満員になることある？しかも、この対戦って配信ないんだよ。やばくない？配信者いないで、これなんだよ。えぐいな。超栄えてんじゃん、このクラン。ブルーバルクス。すげえな、28人だった。あー、30人埋まった。えぐ。これもう、あれだよ。見れませんって出るからね。満員なので、もう見れませんって出るからね。すご。一人減った。久々に見たわ。てか、5V5 で見ることなくね？すげえな。すんごいもう、みんなの代表みたいな感じなんだね。超大渋滞のクランのみんなの代表みたいな感じなのかな。それとも、食いもかずとやるぞーっつって、クラン一員で、応援しようみたいな感じで集まってんのかな。振るよ、振る。すげえな。真ん中なるか。さあ、テスラによって結構外周流れそうですよ。熱い。イーグルも当たっていけ。どうだろう、守れるかな。27人。キングがなんか、どうやってそこ行ったんだ、お前。キング役がなんかいますね。そこでフィストあんのかよ。ロイちゃん潰せないかな。あ、それた。マルチ残ったらワンチャン。フリーズなんだ、それ。無理か？ロイちゃんを誰か殺してくれ。ナイス。キワいな。時間か、あとは。さあ。これ守ったよね。守ったよね。危ね。時間切れやな。危ね。いや、ものすごい声援を力に戦ってないこのクラン。あ、危ない。96%。ナイス。さあ、額ですね。これは、鉄火バット。鉄火スマッシュバット。バットコウモリ。違う。バットコウモリはそのまんまや。鉄火バット。テカウィズバット。ネクロが入ってないんでね。中華式と呼ばれるものとは違い。コウモリが入ってますね。ジャンプも1枚。突撃艦はセット。ペッカ4体。うん。最近結構ね、クラウスとかガクが、なんか遊びの対戦とかでコウモリ、ゴレコウモリみたいなのね、やってたりして。コウモリ普通に強くねってなって、実戦闘にって感じかな。これうまいな。マルチ IT まで、綺麗に。レイジなしで降りたいところかな。この編成だとね、呪文使いたくないね、ここで。耐えてくれ。頑張れ、ボデン。いや、耐えるこれ地味に迫撃砲とかも痛かったっすね。さあ、ペッカたちを進めていって、あー、強い。キングはロ、あ、うまいな。イーグル砲の方へ、レッツゴーですね。さあ、ここでバルーンを盾にしつつ、トムと、援軍が強そう。ナイストム。あ、ポイズンがないのか。まあね、ペッカたちとね、スパウィザイドいれば。あ？わ、しかもコンプラ始めちゃってんな。あー、届かん。まずいぞ。あー、全滅やー。これは全滅してしまう。避けてくれ。避けろ、コウモリ。避けろ。ああ、避けれなかった。うわ、しかもこれ、ロイちゃんがポイズンで。うわ、結構持ってかれてんな。コウモリ全滅。ロイちゃんも死んじゃうか。え、でもさ、これワンチャンない？ないか、さすがに。フリーズ。ラストフリーズだな、これが。大地が折れてればワンチャンあったないか。大地がなぁ、その大地がなぁ。時間がないなぁ。無理そうっすね。いや、いいトロネ置いてるじゃないか、ブルーバルクス。うわ、このアタック27人が見せたんだ、相手。これきついっすね。
これ多分腹立ちますよ。ガクめっちゃ腹立ってると思うな、この。すげえな。俺の罠にガクがかかったぞ、みたいな感じで27人がキャッキャしてるんでしょ、きっと。うわ、クソ腹立つな、それ。わー。90%。お、来た。さあ、ラバーの入った、あー、これは、トツだね。トツウィズドラゴンか。さあ、ラバーを立てに突撃艦を投げていって、タウンホールとマルチ IT とか追っていく感じですね。届くか。おお、タウンホール隠した。うん。あー、通ったね。強いね、これね。援軍がちょっとだけ出た。これ、ジャストで打ち込んでればね、ワンチャン。オッケー、ナイス。このアイゴレ3体出たのは結構処理時間かかるんじゃないの？ドラゴンどっちからかなぁ。イーグルかなぁ。ベビー。ドラゴン。どっちからでも良くさそうではあるけど、まあイーグルですよね、さすがに。うん。イーグル投石の方から行くのが自然かなと思うんですが。これアイゴレ結構だるかったりしない？固めよう。ナイス。先に、もう一回。ナイス。流れそうじゃね？普通にこれドラゴン。ヒールそんな浅くかけてく？ハロイ、いやー、それ、どっちにしろ流るよ。重要、ドラゴン。これは、どうでしょう？ロイちゃんに当たってる。ウィズ。キング。キングが。あー、トムうめえな、それ。そのトムうめえな。バルーンにもかかってるから。シングル相手おられそう。うわー。あ、おられなかった。フリーズ。どうだ、これ、キワイな。投石、もうドラゴンガンガンにそれてるからね。50秒ぐらい。インブ1枚ある、フリーズ1枚ある。あ、ブーミラホット。撃っちゃっていいの？ 40 秒。間に合わないでしょう、きっと。トツウィズの、ねえ。バリューはでかかったんですけどね。ドラゴン死ぬほどそれてったね。間に合わないよね、さすがに。全然無理な気がするな。あ、これ、ユニコーンが、何回復してる？ウォーデン？おー。あ、ドラゴン？ドラゴン回復してる。ね、昔さ、やっぱ、ドラゴンにヒーラーつければ最強じゃねえってことで、ドラヒーとかやんなかった。ちっちゃかった頃。小さき頃。幼き頃。それがね、これ実現してますね。ドラヒー。あ、意外と伸びたな。93%。さあ、ホッサン。天才ラバル。どこだろう。投石かなぁ。クイーン巻き込み投石？ああ、まあまあそうだよね。7発でクイーン死ぬのか。美味しいな、確かに。なるほど、なるほど。これでタウンまでってか、ああ、うんうん。ウィちゃんでマルチ、うわ、援軍出ちゃいそうだけど。どうだろう。あ、テスラは美味しい。あ、マルチから打つか。あ、援軍出ない。テスラのおかげでロイちゃんが HP 落ちたんで援軍出なかったですね。し、それでったな。このサイドカット簡単。アイゴレ祭りして、
ワンチャン奥の投石まで折れたら、いやー、もう多分起動しない、ナイス。バーネントラップのおかげで。リクスケ鬼なんだけど、ここ。ヤクが範囲ダメージでぶっ倒してくれましたね。キング捕まるな。タウンが起動してないのでかすぎるね。今、スニゴブが行っちゃったんだけど、バネがあって、スニゴブが起動する瞬間に飛ばしてくれたので、タホル起動してません。そしてフィストで壊していって、これ投石まで伸びそうかな、ワンチャン。どうだろう。あー、下行っちゃうかな、クイーン。あ、入ったわ。まあ、折れなくても多分問題ないと思うんだけど、クイーンが取ったらもっと楽になるねっていう話。あー、行きましたね。そして上からラバットツが飛んでくる。イーグルマルチのとこまで飛ばしていきたいって感じかな。折れる。折れないや。時間も1分あるので余裕ですね。久々になんかクイーンウォーカーズの人が天才ラバルやってるの見たな。まあ、クラウスと星さんがやんなきゃあんまやんないもんね。ガクがたまにやるからなぐらい。でもやるとしてもやっぱ今ってウッドランチャー型の天才ラバルの方が多いから、こういうシンプルな天才ラバルってあんま見ないっすね。対戦でもあんまシンプルな天才ラバルの数はあんま多く見ないかな。相手がやってることも少ないかなって印象です。うん、ガーサス。さあ、ほほほほ、すごい編成ですよ。ジャンプ2枚、インビジュル5枚、ジャンプ2枚、スニゴブ13体、ペッカ2体、ゴレイ1体、アイゴレ2体、にラバ1体、バルーン17体、ガーゴイル1体なんだけど、やばくない？回収ユニット1体だよ。やばい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 。天才プレイヤー来た、多分これ。天才プレイヤー来ましたよ、これ。あ、ジャンプか、あ、ジャンプスニゴブでタウンホールを狙おうってプランですね。なるほど、それはうまいですね、とりあえず。うまいポイント1個あげて、インブ5枚か。ここインブかけてタウンホールを破壊。迫撃巻き込まれてね、これ。さすがに折れちゃったか。うん。いいでしょう。なるほど、なるほど。で、逆サイドバルーンからの、あ、ここでトッツウィズするのね。そういうことよね。うん、ウィザー、あ、どうだろう。数体残ってるはず。でもちょっと、一体しかいない。小爆弾うまいですね、それ。あ、危な。さ、マルチ隠しちゃってるから。マルチ残りましたね。さ、ペッカー。すごい展開だ。どんどんユニットが繰り出されていきますか。さあ、なんと、援軍を引き出していって。これは、このペッカー壊せたのは大砲一体のみですね。で、ゴレアイゴレアイゴレキング。ほわー。あ、しかもこれポイズン外れてますね。頑張れ、ストライカー。強い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 。レビカット。ジャンプってことは、投石とかまで似てるね。スケルトン早すぎる。スケルトンで、なんか、インドラスケルトン的なノリ。あ、オーデン陸。マジか。お、すごいな。やっぱ天才だ、こいつ。天才肌だな。穴開けしてるな、なんか。スーパーオールブレーカーで穴開きましたね。ロイちゃんまだ使ってないよね。ロイちゃん来た。ここでトーム。強そう。こう、ほほ。うん。で、ラバーからのバルーン。これやばいのがね、カゴ1体なんですね。回収ユニット。やっぱり。これも、ちょっとさすがに相手もびっくりして。じゃあこっちも、なんか相手の攻撃なんか興味なかったのね。5人見てんだよ、急に。マックスまで見てますよ、このアタックを。やばいやつが来たってなって。みんな見入っちゃったね、このアタックに。に。まあ、そうなるわな。まあ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 、パーセント伸びないですよ、これは。面白かったけど。さあ、クラウス。クイラバですね。まあちょっとクラウスっぽい攻めが来たんで、相手からね。ものすごい攻めが来たんで、ワンチャン、あれかなって。
ワンチャンクラスも触発されて変なことしだすかなと思ったけど、そんなことなかったですね。さあ、クイーラバ。この配置はね、以前、ホッサンがこけた配置ですね。スペースステーションか。スペースステーションの配置ですね。僕もその時、プランニングしてたプランがあったんですけど、僕とはちょっと違う入りですね、クイーラバ。ダウンホールに入れる。リクスキが多いな。ホッサンは確かこれ、インビジブルで、クランジョと投石機を降りに行ったはず。クイラバなんだこれ。これそこ入れたくないなぁ。一回僕も考えたんですけどね、ここは。入れない方がいいって結論に至ったんだけど、ベビーロイちゃんで、カットして投石まで見てるってことか。結構火力高いね。ポイズン効果も入ってて、ヒーラーが焼かれてるのと、フォーミングでね。ポイズン強えわ、ここ取るね、ワンチャンやばい。あ、ホーミング。そう、タウンバリアね、ホーミングチェックガチで必要になるから。今特にね、兵器でタウンホール壊すっていうのが結構主流なので、突撃艦対策もされてるんで、バルーン3は確定でもホーミングチェックしないとダメですね。これクイーン死んな。インビジブル2枚あるんですけど、ちょっと使い道もなさそうですね。事故りましたね、完全に。これは無理かな。リカバリでどうにかなるあれじゃないな、もう。レイジ、フリーズ。相手のクイーンも残ってるからね、ボマー投げて。インビジブル、ここでトーム。これは結構シンプルにきついですね。あ、真ん中かばくーん。陰部をすごいかけてった。投石に進めたいということですね。あー、バルーンが結構落ちちゃってるね、HP。全滅だ。これはちょっときついですね。最近ちょっと調子落としてますね、クラスも。76、7ぐらい。まあ、クイーンヒーがね、死んじゃったらきついね、これはね。そう。インドラスケルトン、ライトニング。この配置はよくサービス終了編成で前回取られてる配置なんですけど。なあ、入りは一緒になりそうかな。サービス終了の空バージョン、はいや。いや、待て。早すぎるで、それは。インドラも展開する前にそこ打っても絶対届かんで、そこ。これ初手トームすんならなおさら意味ないってすよ。もったいな。で、打ち直すんかい。スケルトン2枚ただ捨てただけなんでね。初手トームするならスケルトンいらないんですよ。わかるかな？トーム終わった後に、終わるぐらいに打ち出すがちょうどいいんで。今のは相当無駄ですね。気をつけましょう。これはもう今のスケルトン見るにあんまり慣れてないでしょ、この編成に。あー、スケルトンそこから投げるんだ。スケルトンじゃないや、突撃艦。届くかな？届きそうか。あ、ワンチャン。くそ。届いたか。え、でも行かれるくね、これ。でも行かれんな。おいちゃん、ブーメラン使っちゃうのもったいないけど、え、きわくなったな、これ。呪文の使い方がもったいないので。あー、いや、でも行かれたかな。きわいな。きわい。これね、プラン的にはめちゃくちゃいい。ああ、行かれたか、さすがに。これ最初のスケルトンとか、このフリーズとか、ロイちゃんの能力とか、もうちょっと綺麗にやったら、AT 残ってんな。ワンチャンあるか。罠次第ではワンチャンありますね。ワンチャン防衛ありますね。罠があれば。もっと丁寧にしてあげればね、もっと余裕で全、あ、オーデンシュだ、とりあえず。
熱い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 。ワンチャン防衛の罠次第では全然ありますね。どうだろう。とりあえず、オールを倒しつつ、あー、AT 向かっちゃうか。あー、なかった。あ、ないか。あと2個ぐらい。あ、ないか。惜しい惜しい。うん。前回を取れば勝ち確ですね。13点なので。オッケー。取って終わらせましょう。まあ、いつも通りクリラバです。ラバー2体にしてみました。援軍釣れるかな？どうだろう。釣れるかな？うん。釣れてるね。ああ、物騒だった。これ釣ってよかったな。おー、飛んでくる。多分ね、これ、フリーズいらないよ。いらないはず。平気だね。やっぱストライカー弱くなったな。結構自信あるもん。今のいらないって。前のストライカーだったら、あ、わかんなかったな。あ、ホーミングねえんだ、ここ。めっちゃ伸びたな。チェックいらないね、これ。右からの角度以外いらないね、もう。入れよ。勝ったわ、もう。入ったな。時間ないな、とは。当たり方は良さそう。AT 拾ってほしいんだけど。ああ、先打つか。まあ、いいや。ええー、すげえな。え、そこテスラか。確かにびっくりはしたけど。予想外だな。まあまあ、いいや。うん。あ、ちょっと痛いな。あーぶねー。うん。大丈夫そうかな、これは。頼むよ、クイーン。タンホール任したぞ。まあ、問題ないと思うな。うん。先ほど、高いっす。オッケー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 、勝った。余裕ですね、きっと。これは余裕でしょ。おう。勝ちですね。うぃ。うん。めっちゃ余った。完璧。完璧かわかんないけど。勝ち勝ち。ナイス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 。ナイスはい。まあね、勝利は決まったんで、安心して見られて、見れますね。もうワンチャンこけてたらパーセント勝負になってたからね。さあ、クイーラバ、これは ATN のなぞりじゃないかな。編成 EAT まで入ってるっていうところで、確かね、バレだったかな。バレがね、この配置をクイーラバで全開取ってるんですけど、多分それのなぞりじゃないかな。その時サイドカットにイエティ使ってたんすよ。クイラバイエティでこの配置ってことは多分それのなぞりをしてくるんだと思うけど違うかな？あーですね。なぞりですね、これは。最初にね、僕の配置攻めた人が、リプレイのなぞりで来てたんで、もう、見たことある前回なぞろうぜってことで来てると思います。あいから、あ、それやったな。もったいね。これはクイヒート間違えてキング出しましたね。クイーン出す位置にキングが登場しました。これは緊張しちゃったかな ?27 人も見てるしね、身内が。出しちゃったらこのリカバリーむずいなぁ。サイドカットしない方がいいよ、多分。あー、イエティ出さない方がいい気がすんなぁ。どうだろう。あー、はい。あー、でもどっちにしても入っちゃうのか。じゃあ無理だ。あー、帰ってくるんだったらカットしない方がよかったなぁ。あー、戻るん。まあ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 。
こうなっちゃったら、ポイズン。難しいですね。お、イエティで対空砲折れた。まあ、でも、まだまだまだ、リカバリーできますよ、これは。ああ、いいホームチェック。いい、左に寄って、はやはや投げが。ダメダメダメ。左に寄せてから投げないと。内側入っちゃう、それ。まあ、どっちにしろ入んなかったかもしれないけど。入っちゃったな、内側に。これは、でも前回、あ、そっか、どっちにしろあれだから。前回目指そうぜ。空もう始めていいよ、上から。時間ない。1分だよ、もう残り。頑張れ。ストライカー出しつつ。フリーズ。ごく、うん、まあまあしょうがない。レイジがラスト1。あ、いや、フェイストにあるんだったら、打っちゃってよかったな、先に。うん、ダウンだけ起動しちゃったね。ラバルスタートしないと。あー、ヒレが。あー、第一クロスかけて。やっぱ難しいんだよ、これ。まあ、ATL のね、アタック、あ、残っちゃった。お、なぞるってな、あー、ロイちゃん出しちゃった。まあ、クイラマって結構クイヒじゃない、いや、クラクラの中では結構難しい部類には入ると思うんで、戦術的にはね。他の戦術からしても。まあ、それはね、まあ、全開リプレイがあるからといってな、そのままなぞれるかどうかっていうのはやっぱ難しいんですね。そう簡単になぞれたらね、プロ選手乱立しちゃうよね。これは星1で終わるかな。あ、ゴリゴリのヘイスト。ゴリゴリのヘイストでワンチャン、あタウン落ちた。すげえな。あ、途中やめした。おー、タウンホール落ちましたね。ゴリヘイストで。はい、というわけでね、今回はクイーンウォーカーズ VS ブルーバルクスというわけで、まあ、13対11と終わりました。まあ、なかなか、うん、すごいクランでしたね。面白い編成の人がいたり、すんげえ人数でライブがずーっとついてたんで、なんだろうな、最近こういうクラン少ないよね。なんか、クランぐるみでがっつり、俺たちの代表を応援するぜ、みたいな、なんか、地域密着型みたいな、なんか、そういうのあるじゃん。なんか、昭和時代の、みたいなね、懐かしの感じを受けましたね。今ね、こんなに陰率、一クランで陰率高くて、こうやってなんか、こういうクランって少ないと思うんだよね。やっぱ 5v5 が主流になってからは。すごいよね。今見たことないな、こんなに。だって配信者も一人もいないでこれだからね。いたら溢れて、見れませんってなってたよ、多分。うん。なんか嬉しい。嬉しいっす。こういうクランまだ、なんか、うん、こういうクランまだあったんだなっていうのと、まだどこのクランかわかんないけど、これ。どの国のクランかわかんないけど、すごいこのクラン、この国ではすごくクラクラ栄えてるんだなって。日本でもあんまないんじゃない？こんなに。5v5 の対戦でこんなに視聴つくことないでしょ？一クランで。ちょっと嬉しかったね。というわけで、まあ今回はね、こんな感じで。MLCW はこれで、ウィーク5は、ね、終わったので、グループリーグ突破ということで、決勝リーグはね、また別のクランと当たっていくと思いますので、そんな感じで気合い引き締めてやっていきましょう。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録お願いします。